2022年一昨年にですね、出していた梅ソーダにちょっとタピオカを入れてみてみたいなお話をいただいたので、はい、一応ですね、一応3種類ぐらいお持ちしてみました。はい、まずこれが2022年にプロデュースで出していただいた梅ソーダです。はい、で、まあ、似たような系統のものとちょっと酸っぱめの本当に梅っぽい。いただきます。はい、お願いします。こんなんだったっけ？これいいですね。これで真ん中で、うん、はい、ヒアリングでいただいたタピオカと近い食感でナタデココとか、まあ、梅の甘露煮なんかいくつかちょっと入れてみて飲んでいただけたらなと思います。炭酸が、どうしよう、これなんか崩してやるやつでしたっけ。そうですね、中に入れてストローでこう崩したら、これでいいか、カンドリーありますかね。これで終わりました。はい、じゃあ売れるかな俺ナタデココ最後戦うの嫌いなんですよ。ああ、なるほどそうですね、最後さ、はい、こう、はい、なんか戦うじゃないですか。そうですね、最後の吸い切る時の戦いが、はい、こうなくなるまでにあと 2,3 粒だったら、はい、まあちょっとやる気出るんですけど10個ぐらいだったら、そうです、場合によっても大丈夫、もう捨ててしまえってなっちゃうんでそれだったらこっちの方がいいですかね。はい、そうですね、まあ、それ自分でこう潰す楽しみもありますし、はい、はい、そうっすね、わかりました、はい、こっちで戦わなそうなんで、はい、これでいきます。わかりました、ありがとうございます。じゃあこれでなんかちょっと質素っすね。1個2個は多いですよね。乗せてみますか。いや、違います。ここに何か、あー、なるほど、なんもないですもんね。あれ使います。食材じゃないんですけど、実は今ストローにですね、ちょっとちっちゃいカープのユニフォームをですね、うん、こうつけて、うん、実はスイートルームの方ではソフトドリンクをお出ししてて、見た目的な部分で言うならそれもありかなと思って、お持ちするんで、はい、ちょっと少々お待ちください。こんなのがですね、あ、それでいいんじゃないですか。こんなのが、はい、あります。これでいきますかこれで、はい、じゃあ一旦今回のはい、ソーダですね、はい、こちらで決定としたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。坂倉翔吾選手プロデュースメニュー、サクのすっきり梅ソーダ。優しくすっきりとした酸っぱさがこれからの季節にぴったりの一品です。まあちょっと梅なんで、お子さんが飲めるかわからないですけど、そんなに酸っぱくないものを選んだつもりなので、親子で来られる方は、2人で飲んだりとか、みんなでシェアしながら飲んでもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。これから暑くなるので、水分補給という意味でも、
美味しく飲めるものになっていると思うので、ぜひたくさん飲んでほしいなと思います。よろしくお願いします。サクのスッキリ梅梅ソーダは6月7日からマツダスタジアム飲食売店コイコートナインで販売開始です。